そんな中ですね、はい、杉並区で将来住民税がゼロになるかもしれないということなんですが、はい、ご存知でした？これはですね、私も、はい、と思ったんですけども、だいぶ先のことなんですよね。そうなんですね、はい、実現するとしても78年後の話なんです。予算の1割を積み立てて、その利子で住民税を減らす試みなんですが、その狙いについて杉並区の山田博史区長に聞きました。低負担で交付し、そんなことできるのかと言うかもしれませんが、減税自治体はそれを可能にするわけです。人類の夢だと。山田区長が構想を発表したのは今年春の区長選でした。2期8年で借金は942億円から半分近くまで減り、基金は逆に19億円から11倍に増えて、財政再建にめどをつけました。3期目に残りの借金をゼロにするという公約に加え、杉並改革の総仕上げとして打ち出したのが減税自治体構想だったのです。だからなんとか自分が辞めた後の区の財政規律を作ろうと。しかしいろいろ考えてもいいものが妙案浮かばないと。そこで、あ、規律を作るんではなくて高い目標を作らなきゃいけないと。高い目標を作れば規律が生まれると。区の試算によりますと、予算の1割にあたる150億円を積み立てて 2% の複利で運用すると、78年後の利子が552億円に達して住民税をゼロにすることができます。2分の1の減税だと53年後、4分の1の減税は33年後から可能だということです。仮に住民税がゼロになった場合、1世帯あたり平均で年間20万6300円が浮く計算になります。仮に非常に財政が落ち込んだという時はですね、それを 5% にしてもいいと思います。ただやはり減税自治体になるんだと、減税自治体構想の山を登るんだと、こういう旗は下ろしてはならないと思うんですね。構想の元になったのは松下幸之助氏が唱えた無税国家構想です。松下氏は予算を使い切らずに節約して剰余金を生み出し、その運用益で税金をなくすべきだと唱えました。まあ、正直言ってその本当にできるのかっていう話がありましたけども、誰も挑戦しないと。そこで彼がですね、初めてその杉並区でこう挑戦しようっていうのは非常に歓迎したいと言いますか、応援したいという気持ちですね。山田区長は松下氏が創設した松下政経塾の2期生で、在籍中に構想を叩き込まれたといいます。これどうですか？あ、これですね。松下さんの、僕です。27歳の時に都議会議員選挙に出る時に報告に行ったんです。松下さん、まあ、頑張れやと。で、当選してもな、謙虚やでとそんなことですね。だからこうやっていつも机に置いて、まあ、ふと思い出すっていうか、その思い出したものの一つがやっぱり無税国家ですね。ただ構想の実現には多くの障害が予想されます。区長の意欲的な構想ではありますが、区民にとって話が長期的すぎてピンとこないというのが現状のようです。住民税が下がることはありがたいですね。ただこの33年後ってちょっとリアリティがないですね。そうですね、今の生活から考えるとちょっとまだピンとこないという感じがしますね。私なんかもう年だからね、そんな先のことまで気にしてないですけどね、構想の実現に向けてまず予想されるのが、区民の理解を得られるのかという問題です。長いスパンで政治を見るというこういう、まあ、雰囲気が なくなってますよね。30年後50年後78年後、まあね、税金をゼロにするというこういうもう超長期の話よりもですね、区民の方々は1割余裕があるなら直ちに1割減税しろと、むしろですね。また減税に踏み切った場合、地方財政法によって記載が制限されるほか、東京都からの交付金が削減される可能性があります。7月には区民が納得する理念作りと
制度上の課題を検討するため、学識経験者による研究会がスタートしました。杉並区は来年6月に最終報告を受けて早期の実現を目指す方針です。最初の 2,3 年が厳しいだけれども、それを我慢できれば私は杉並の永続的な発展、これはもう間違いない。無税国家構想からおよそ30年、行政を大きく変える可能性を秘めた制度の実現には区長の揺るぎない信念が必要となります。まあ、目標というのは持たないといけないとは思うんですけれどもね、はい、杉並区民としては余裕があるんだったら今税金を低くしてくれというのが、まあ偽らざる本音だろうなというのはよくわかりますね。そうですね、はい、でもこれ本当にやるんであればこう区長がどんどん変わってもやっぱりこれずっとこうやり続けなきゃいけないということもありますもんね。78年、ね、続けないといけないということですからね。はい、はい。